夕暮れのゾアは、運動性のある藻類として、有名なミドリムシが属する夕暮れな植物門と、アフリカ睡眠病を引き起こすことで知られる、病原体トリパノソーマなどが含まれる、キネトプラストルイトをまとめた、分類群である。1981年、カベリア・スミスにより提唱された、多くの自由生活性の弁網中と、少数の寄生虫として、重要な種を含むグループである。 大部分は小型で、体長15から40マイクロメートル程度であるが、夕暮れな植物の中には500マイクロメートルに達するものもいる。夕暮れのゾアの生物の大部分は、細胞全部のくぼみから生じる2本の弁毛を持つ。弁毛の一方は前方に伸ばし、もう一方は後方に引きずるか、あるいは対価的である。五弁毛が極端に短い場合は、くぼみから出ず、 工学顕微鏡観察では一本弁毛であるかのように見える。このくぼみの金傍には捕食装置があり、弁毛基部から伸びる弁毛根の一つに指示されている。この構造は、口術する夕暮れのゾア共通の特徴の一つである。多くの夕暮れのゾアの生物は、バクテリア等の小さな獲物を捕食するか、吸収栄養を行う。 吸収栄養は寄生性の種に限らず、自由遊泳性で捕食と併用する種もある。しかしながら、夕暮れな植物の大部分は葉緑体を持っており、独立栄養生活を営む。そのような光合成を行う種では、光に応答するための目点を備える場合が多い。夕暮れな植物の光合成色素素性は、陸上植物のそれに近く、 葉緑体が緑層の二次強制に由来するものであることを示唆している。夕暮れな SP、細胞中央のピンク色の玉は細胞核、多数見られる緑色の下流は葉緑体、上部の赤い点は夕暮れなという名前の由来でもある目点。夕暮れのゾアは僧類と病原中というおよそ異なる生活様式の生物をまとめたグループであるが、その一体性は形態形質。 分子形質の両面から強力に支持されている。解析対象として代表的な分子である 18S なによる系統解析をはじめとして多くの文庫種で夕暮れな植物とキネトプラストレイの単系統性が支持されている。ミトコンドリア盤上クリステルイ共通の、また盤上クリステルイに限られる特徴として内輪型のミトコンドリアクリステを持つ。 弁護細胞分裂、エイデルトールより、ありがとうございます。